入ってますでしょうか。こちらがですね、この週末日曜日の北広島町聖湖、朝7時半です。どうですか。幽玄な雰囲気が漂ってますね。幻想的な雰囲気でね、思わずなんかこう写真に撮ってしまいそうな、はい、まあいわゆるこう朝もや、まあもう少しねこう立ち込めるとこう朝霧と言ってもいいかなというところではあるんですけども、まさにですね秋から冬にかけての光景、少しずつですけどもやっぱり季節は進んでいるんだなというところです。はい、なぜこのような現象が起きるのかというところをちょっとお話ししたいと思うんですけど、皆さんお風呂冬のお風呂ちょっとイメージしながらちょっとこちらをご覧いただきたいなと思っております。はい、湯気が立っているような、もうまさにその状態なんですよね。この晴れているというのがかなりポイントでして、よく晴れてます。なので朝にかけてですね、放射冷却といいまして、空に向かってどんどん熱が逃げていくんです。これちなみに雲がかかると、雲は熱をキャッチして保温させるような役割になってきますので、まず晴れているというところでどんどん熱が逃げて、空気が冷たくなって、でいわゆる相対的に水の方がちょっと暖かいというような状態で、水面近くの、ね、水蒸気が冷やされて、このように湯気が立ち上るような感じでもや霧が発生するというところ。曇っていたら見えないってことですよね。そうなんです。曇っているとなかなかこういう状態ねできにくいので、やっぱりね自然の表情って面白いなと改めて思うところでございます。はい。